ハウク級ミサイル艇は、ノルウェー海軍のミサイル艇の艦級。設計面では、先行するストルム級及びスネクー級の発展型とされており、指揮官もスノッグ級と同じく V 型16気筒のムツ16、V538TP92 ディーゼルエンジンを搭載している。主兵装としては、ストルム級では、ペンギン艦対艦ミサイルのみ六発を搭載、スノック級では、 ペンギン4発と魚雷発射艦4機を組み合わせて備えていたのに対し、本級では、船尾艦班にペンギン6発を、また、船主艦班に魚雷発射艦2機を備えている。戦闘システムとしては MSI-80S を備えているが、これは専用の追尾レーダーを持たず、X バンドのデッカ TM-1226。1, レーダー2機とフィリップス社の TVT-300 光学包囲版、エリクセン社のレーザー即距技を用いていた。コッペン急潜水艦向けに開発された MSI-70U のソフトウェア資産が活用されている。電子計算機としては、KS-500 を採用しており、指揮官用の他に、戦術表情員、武器管制員、及びパッシブセンサ管理員用の 計4機のワークステーションを備えている。また2001年には、セニット -2000 戦術情報処理装置を搭載し、リンク11の運用に対応した。1975年6月12日、10隻がベルゲンメカニシュケベルクシュタット社に、また4隻がベスタマリン社に発注された。ネームシップは1976年5月に寄港され、 1978年8月に収益した。その後、1980年までに14席が順次に収益した。老朽化に伴い、2008年までに運用を終了した。ありがとうございます。